柴田さん解説中に稲葉に普通に怒られる。4回裏の日本の攻撃前に実況斉藤和美アナウンサーから井端さんに LINE が届いたと聞いたんですけどと尋ねられると、先ほど昨日ここに来られた稲葉さんから LINE が来ましたと井端氏。稲葉氏から LINE の内容は大谷選手だからって見入ってるんじゃないよ、初めて足を上げて打ってるんだからよく見とけというまさかのお叱りの言葉だった。井端氏はすいませんでしたと謝罪で返信したという。井端氏は大谷の変化について気づいてなかったですよねと一緒に解説している里崎智也氏に聞くと、気づいてましたけどあえて触れなかったですとの回答。チェコのピッチャーに見入ってましたと続けた。斉藤アナが里崎さん気づいたら言っていただけますかと恐縮しながら話すと、里崎氏はそういうシステムですかと笑ってとぼけた。井端氏はさすが稲葉さんだと思いましたとこの話題を締めた。里崎うまいことかわしたな。これで株下がるの井端じゃなくて里崎だろ。里崎絶対嘘だわ。里崎、ブヘヘヘヘ。学校の先生に怒られそうになったクソガキみたいな里崎の返答なんなん。里崎の気づいてたうんぬんは口調的にはいつものおちゃらけやったと思ったけど本気だったんか？里崎この後 YouTube でネタにしそう。